ロジャー・ブレスナハンは、アメリカ合衆国をイオ州トレド出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。愛称は、ザ・デューク・オブ・トラリー。1904年と1905年の、ニューヨーク・ジャイアンツのリーグに連覇を支えた保守である。1897年に、ワシントン・セネタースから、投手として、メジャーデビュー。デビュー戦で6アンダーカンプー勝ちを収め、 この年6試合に登板して4勝を挙げるが、翌1898年5月に、セネタースは彼を解雇。シカゴオーファンズを経て1901年に、ボルチモアオリオールズと契約した際、当時監督だった、ジョン・マグロウとブランチ・リッキーは、ブレスナハンを保守にコンバートする。ブレスナハンは当時エースだったジョー・マクギニティラ投手陣の、まとめ役としてのリーダーシップを発揮するようになった。 1902年に監督のマグローと共にニューヨークジャイアンツへ移籍。共に移籍したマクギニティやクリスティマ・シューソンの女房役として1904年と1905年のジャイアンツのリーグに連覇を支えた。1909年にはセントルイス・カージナルスに移籍し選手兼任監督を4年務める。1911年シーズンにカージナルスは優勝争いに加わったが、 この年、シーズン途中にカージナルスの一行が乗ったフィラデルフィア行きの列車が12人、死亡47人負傷という列車事故に巻き込まれた。チームは幸いにも出発前に乗り車両を移動していたために重傷者を出さなかったが、ブレスナハンはチームのメンバーに命じて乗客の救助作業を先導する手助けをした。この事故のショックがあったか、その後チームは成績が低迷。 シーズンを5位で終わることになった。1913年にはシカゴカブスに所属し、1915年に現役を引退。1944年、オハイオ州トレドの自宅で心臓発作のため65歳で死去。翌1945年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。保守としてはバックユーイングに次ぐ、 史上二人目の選出だった。ブレスナハンは現在では当たり前になった保守用のチェストプロテクターやレガースなどをいち早くメジャーリーグに導入することを試みた。保守用プロテクターは当時一部大学野球チームなどで使われ始めていたもののメジャーのプレイヤーたちは最初その姿を見てあざけり笑っていたという相当後の話だが 親戚にあたるデーブ・ブレスナハンホッシュはメジャーに昇格するような実力はなかったが、あることで話題になった。インディアンス参加の2アンペアウィリアムスポートビルズに所属していた1987年8月31日、この日チームはポテトデーと銘打ち、ジャガイモを持ってきた観客には入場料を割引くサービスを行い、多数の観客を集めたが、その試合中、 ブレスナハンは三塁に悪送球。走者がホームに帰ろうとしたところ、突如タッチ。レフト線に転がっていったものは、実は、ジャガイモ。もちろんこれは反則で、走者は、セーフとなったが、スタンドには、大受け。後日監督がブレスナハンに、罰金50ドルを命じたところ、50個のジャガイモを持参し、球団は、ブレスナハンを解雇した。これには、 抗議が殺到し球団は後日、ブレスナハンデーを開催して、ブレスナハンの背番号59を永久欠番とした。そのセレモニーで、かつてルーゲイリーグは2000試合以上に連続出場して、3割4分以上の打率を残して永久欠番となり、自分は世界で一番幸せな男だと言いましたが、自分はマイナーで2割ちょっとしか打てず、ポテトを投げただけで、 永久欠番になったのだから、世界で一番幸せな男よりも幸せだと語ったという。ありがとうございます。